始まりました水あの遠いに聞かせてチャンネル。MC の大川遠い、そしてはい、水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますっていうね、しれっと始まってるんですけど、こういう景色めっちゃ久しぶりじゃないですか。久しぶりよ。あの金井美香さんぶり、アテレコで撮ったあれぶりかも、はい、なんで、もう本当半年とかいうレベルじゃなく久しぶりだと思うし、まあ、久しぶり以前にこういう形で撮るの自体がめっちゃ少ないんで、めっちゃ緊張してるんですよ。そうなんや。大丈夫ですか。うん、もうだって回してくれるんでしょ。いやいやいや、私はもうぼやーっとしてるから。いやいや、ずるいな、なんか。大丈夫。いや、そう、まあ、一応ね、あの MC 的な感じでやらせてもらいますけど、今日、なんでこういう、そうか、なんすか、え、緊張してるのにもっと理由があるんだね、遠井くん。おー、なるほど、そういうルートで話振っていきますか。今その道筋が見えましたよ。なるほどね、そういうルートねと。だって緊張するよね。そうですよ。おい、今日のゲストの方は、もう本当に、まあ、僕らにとって、そして僕の今のこの活動をする上での僕にとってめちゃめちゃ特別な意味のあるあの方、あの方に来ていただいてるというか、まあ、ちょっとお邪魔させてもらって、そうなの、はい、撮ってますんで、ね、もう早速お呼びしてみようと思います。はい、はい、いきます。今回のゲストはこの方です。ダメでした。はい、ようこそいらっしゃいませ。お邪魔させていただいておりますが、やったー。そうなんですよ、ということで、はい、今回のゲストは江川久夫さんでございます。よろしくお願いします。やっと出てもらえたね。やっとですよ。嬉しい。いやいや、まあそのね、今までのその感じで言うと、個人的には本当一番最初に出ていただきたかったぐらいの方なんですけど、まあね、いろいろ事情っていうのもあるもんで、事情をクリアし、クリアし、はい、なんです。この間だからうちのチャンネル2周年迎えましたけれども、もうようやくっていう、そうですね、ありがとうございます。はい、ね、で、まあ、遠井くんのお誕生日に出ていただけるということが、そう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 、誕生日配信の時に出ていただけるということが分かりまして、決まりましてね、ようやく収録しておりますということでございます。まあ、どんな方かっていうのを僭越ながら僕の方から軽く紹介をさせてください。やっぱりナルトのキラービー役というところになりますかね。これ江川さんだったのってで、の認識したのが、あのカイバっていうアニメのバイアっていう、ちょっとなんか悪者じゃないけどこうちょっかいかけてくるみたいな役をなさって、あれ江川さんだったんだっていうんで、僕は後からびっくりしたっていう役も担当されててっていうのがあって、まあ、他のところで言うと、まあ、そうですね、いろんなことがあって印象深いっていうところでは、まあ、配給の鵜飼コーチですよね。2代目、はい、2代目ではありますけれども、これについてはまたもう少しだけ聞ける範囲で聞けたらなと思いますけれども、そう、あのそういった役をアニメではなさってるという江川さんでございます。よろしくお願いします。ちなみにこのチャンネル、あのクジラさんに出ていただいた回でバズったんですが、そこからバーンってちょっとこう登録制していただいて、それとナルトの中ではまあいろんな師匠ポジ、ナルトの師匠ポジ出てくるじゃないですか。でもキラービーって要は最後の師匠ポジというかで言うと、クジラさんとこう対応なす存在かなって思ってるんですけど、そういうのってなんか演じられてる時に意識とかありました？いや、特にそんな、あ、ないですか。下手なラップを最初に、一番最初の時にだから、あの台本もらった時に、はい、でラップ帳でって書いて、え、このラップ帳ってどうやってやったらいいんだ、なんか、ね、デモテープとかもらえるのかなと思って、はい、それでその何にもないままで当日現場行って、はい、それでこれどうしたらいいんですか、ラップってどういうラップですか、はい、いや、もう適当にお願いします。適当にそれで、であとだから、はい、枠に収まってればあとで絵は合わせますから、合わせますからの感じですか。え、じゃあもう自由にやったんですか。そうえで、あの感じになったんですか。いわゆるその原作の時点で8尾、要はその相方の8尾からはまあ結構散々な言われ方するっていう感じだったんで、それもあって、まあ、適当にやってくださいっていう感じだったんですよ。好きなようにやってる。好きなように。後で絵を合わせます。すごい。じゃあもう。で、セリフで長くてちょっと入らないところ、これじゃあラップにしちゃいましょうか。え？そうなんです。もともとラップの予定じゃなかったけど。なかったところも多少だからこうなんか、セリフで喋ってるとちょっと長いっていうか。はいはいはい。今後じゃあラップ調で喋っちゃおうか。っていうのは、あ、じゃあまあそれはアドリブというか急遽ラップになった部分もあったんですね。へえ、
なんかその最初に登場した時と比べるとというか印象では、あ、こんな重要な役になっていくのって感じしたんですけど、最初に決まった時にはそういう意識ってあったんですか？あ、でも、師匠になるよっていうのは聞いてた。あ、もう最初の段階で、うん、へえ。とにかくなんかあの調子で天然っぽいような感じで別に師匠師匠してなくてもまあでもそうですよね、役としては、うん、そんな偉そうな風に作んなくていいっていうような感じだったから、うん、まあそれで言うとさっきも話しましたけれども、同じそのジャンプ系で配給の役を引き継がれたっていうこともあったじゃないですか、うん、あの時のまあ話をちょっと聞ける範囲で聞きたいなと思って、まず、あ、まあ初代がね田中和成で、はいはい、うん、まあ青鬼ではやっぱりその先輩後輩にも当たるし、はい、もうほとんどジュニアの時は飲み歩いてた、一緒にね、ずっと一緒に。あれ、江川さんの一期上？そうそうそう、やつの一期上で、うん、年は下なんだけど、でもすごい仲良しでね、あの芝居仲間だしね、うん、そうそうそう、芝居も一緒にやるだから、芝居も一緒にやって二人で作って、うん、青鬼で芝居やったりなんかもしたこともあったし、うん、結構だからいろいろ気心の知れた仲間だったっていうのもあって、はい、でそいつがだからいきなりね、ダメみたいみたい、倒れたんだよっていきなり電話かかってきて、あ、そうですね、うん、それでもうダメかもしれないって言われてて、と思ってて、たらもうやっぱそのまんま行っちゃって、うん、でその後だから、はい、それでだから飾りにやってた役を引き継いでくれないかっていう話で、うん、その時もだから、あの、やった数なりの真似をするとかそういうんじゃなくて言ったら、あの、魂だけを引き継いでくれたから言われて、それでまあ分かりました言ったんだけど、やっぱり最初はやっぱ緊張だよね。あ、そうですか。数なりが気づいてきたあれで、やっぱり周りなんかでもみんなだね、メンバーはみんな若手だし、でやっぱり飾りがある程度だから、あいつの性格だからきっとやっぱ兄貴分みたいな感じで引っ張っていくことはできないけど、あいつにはね引っ張っていくことはできないけどもそのすごいやっぱあの伝わりましたよね、胸で感もね、うん、ありましたよね、うん、そういうのはやってたんだろうなって思うと、うん、それはちょっとだから俺の中ではプレッシャーだったし、あ、馴染む上で何かこう気をつけたこととか意識したことってあったんですか、その座組の中で。まあとにかく馴染むことで、とにかくいろいろなんかスタジオではいろいろ喋ったりなんかしたね、海に行こうよ行こうよって誘ったり、まあ、そう、みんな来てくれました最初もう、まあでもね、あの、なかなか最近みんななかなか来てはいないんで、ね、でもなんだかんだで、来てくれる時もあるし、はい、いっぱいになる時もあるし、もうほんと3、4人で50人までした時もあるんだけ ど、 なるほど、ほらスタジオで無駄話ってできないじゃん、あんまりそんなね、はい、無駄話するのはやっぱり終わってから飲みに行ったりなんかして、うん、無駄話してこれどういう性格などどういうあれ考え方してるのかなとか、うん、そういうのやっぱ知りたいじゃん、うん、でもなかなかね、うん、なかなか、まあ、そうなってもらえないから大変なんだけど、でもなんとなく、うん、仲良くはみんなで、うん、やって楽しく、なるほど、なんとなく仲間に入れてもらえたかな、井川さんが入れてもらえたっていうのがなんか可愛いな、井川さんこんなこと僕が言うのもあれなんですけど、うん、ちょっとシャイじゃないですか。まあね、シャイっていうか、まあ、人見知り自分で言います、それあ、それ自覚というか、なんか、うん、そうだね、自分でからあんまりなかなか話しかけていくっていうのも、うん、でもなるべくだから最近は、うん、そうするようにしてるんだけどね、はい、うん、若い頃はちょっと行けなかった、行けなかったし、行けなかったから、でスタジオの中でもで黙ってて、でこういうあれだから、うん、そうするとなんか、うん、あいつはすごいなんか生意気そうだな、なんかなんだろう、あ、なんか気に入らないことでもあるのかなみたいな感じになるから思われちゃうんですね。そうそう、もうなるべく若い頃は、うん、もうスタジオの中では足組んだりしなかったりとか、うん、足組んでこう、確かに江川さんってその風貌だと本当台本直しなんかさ、こうやって組んで、うん、こうやってやれば書きやすいんだけど、うんうんうん、こうやってね、はいはい、だけど足組むとあれだからと思ってね、
とこうやってこうやって書いてたの。でも雰囲気出ちゃうんですよね。私だってもう本当20代の頃から相川さん見てるから、なんかそんな、あの、なんだろう、雰囲気出てましたもんね。なんだろうな。終わって飲みに行って、で、結構用途で、で、シャーってなんか、なんとかっすよね、とかって話してて、いると、あの、ベテランの、やっぱその女優さんとか、あの、結構気さくに喋る人なんだよね。意外かな。スタジオの中だとなんかずっと黙っててなんか、うん、面白くなさそうな顔してるんだけど、いやいやそんなことないですよ、緊張してるんですよっていう感じです。面白、うん、まあ僕も第一印象としては怖すぎるだろうという。もうだってね、そう、どうして出会ったかってね、そのギロさんっていう役で出会ってるから、もう、そうなんですよ、ね、まあ、ギロさんっていうとね、あの名作絵本の嵐の夜にっていう舞台を、そう、ちょっとこの話に移ろうと思うんですけれども、はい、水さんがまあ企画して、うん、で、そのなんだろう、演出も一応して、うん、でそのキャストとして江川さんと僕も出てたっていう、でその大ボス大神役のギロさんを江川さんがなさってて、僕子分役だったっていうのはあるし、もちろんキャリアだったりとかこの感じなんで、初めて会った時怖かったでしょ。いやもうちぎったでしょ。なんていうの。ちょっと出てました。やめなさいよ、やめなさいよ。もう顔合わせの時だって江川さんちょっとなんか緊張されてたのか怖かったもんね。でその後飲みに行ったらなんかファーって気さくになって、あ、よかったって思ったけど、私もそれこそ顔合わせの時に江川さん怒ってるかなってちょっと思った。俺誘って出てくれるって言った割には。でも全然緊張してたし、みんなと仲良くやろうと思ってたし。しかもこの話ちょっとだいぶこすってるんだけど、どうして出てもらうかに至ったきっかけがね、ちょっと神なんですよね。そうそうそう、そう、私その嵐の夜にっていう台本をちょっと演じ、なんかこうみんなでやりたいなって言ってキャストを募集してる中で、ギロさん、江川さんに出てもらいたいなって思ってて、青鬼時代の、あの先輩後輩で、わあもうこの役は江川さんだ、でももう連絡先が分からなくて、そう、それぞれ別々のね事務所になっちゃったりして、いきなり江川さんに何とかしてつてたどって出てくださいって言っても、なんだよ大塚さん、いきなりってなるだろうなーってぼーっと思いながら、まあ、なんなら 2,3 人声かけて、いやいや出られません出られませんですよねって思って、電車の中でバッタリ会ったんですよね、江川さんに。そう思ってる時に、いや江川さんですよね、おー久しぶりみたいな。でもう発車する時間ないからカクカクシカチカで芝居出てもらえませんかって、内容もちゃんと伝えてないのに、いいよって、じゃあすぐ連絡先教えてください。あ、でも嵐の夜にっていう話ですね、うん、それは知ってたから、うん、嵐の夜には知ってたから、うんうんうん、あ、じゃあいい話だなっていうのもご存知だったんですね、うんうん、よかった。でもね、ギロさんで、おいいよ、慌てて連絡先をすぐ交換してみたいな。大塚とはね、はい、青鬼時代からね、よく電車で会うんだよ、はい。そうなんでした。同じ線使ってたからね。そうそうそう。なるほどだから因縁で電車で会うっていうのが電車でよくあるんですよ。ありましたよね。何回か電車だったよな。ありました。それで、うん、今回使う、はい、その話の時も、うん、電車の中で偶然会ったんで、線は違う。それはだって全然、今度はさ、全然違う線だからね。全然違う線でまったり会った。自分たちの乗ってる線じゃない線で、ああそういうことか、なるほど、こっちの仕事行く途中の電車だったし、ね、うん、いやすごい、だからここでこうやって出会えて一緒にお芝居できたのが本当にね、奇跡的なね、運命というか、うん、まあでも確かに水さん、その言ってたんですよ、嵐の夜にをやろうとしてるって時に、青鬼に江川さんってまあ先輩いてっていうようなこと言ってたんですけど、誘う前から言ってたんですよ。そうそう言ってたから、それは認識してて、でもまあね、そういう理由もあってなかなか声かけられないって中でばったり出会ったって言われて、な、そ、本当？なんかドッキリを仕掛けられてるかと思って、うん、でもそういうことだったんですよね。そういうことだった、うん、で今ね大成功でね、そう、おかげさまで大成功でね、すごい評判良かったよね。いや本当に評判良くて、ね、びっくりしましたよね。もっと大きいとこでやりゃいいのにって言ったけど、あのサイズだから良かったんですね。あ、それもありますよね、うん、あれはあのちょっと大きいとこでやったら、うん、あの感じは出なかったよね、うん、あのサイズでやったからすごい良くて、うん、で歌だって全部生だからね。そうすよ、全然、あの音響通してないからね。そうなんですよ、ね、
ね、ピアノを生演奏 で、ね、生演奏で生声で歌って、うん、歌がここのチャンネルのテーマ曲を作ってくれた、うん、日向ぼっこちゃんって子があの新しく曲も作ってくれて、うん、全部オリジナルで曲作ってくれて、うん、なんとこの大川トイが振り付けをしてくれてそう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 、かわいいダンスをいっぱい振り付けてくれて、そうそうそう、曲が良かったからですよ。良かったですよね。良かった良かった、かっこよかったよ、ね、あもう本に戻ってね、もう見てほしかった。映像化とかも、ね、してないんで、うん、基本的にはそうなんですよね、もう見ていただくことはね、その回を見てもらうことはできないんですよ、うん、そうだね、木村雄一先生も来てくださってね、そうそうそう、原作者ですよ、原作者、うん、ベタ褒めしてくださってね、そう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 、想像以上に良かったってね、うん、アンケートに書いてくれて、アンケートをねさっき江川さんにアンケート書いてもらって久しぶりに見たら、あのこれ読んだことありますかね、書いたことありますって書いてますお茶目な、これ一人しかね、うん、この世でただ一人しか書けないアンケートを書いてくださったっていうお茶目だった、はい、僕もそんなこと書いていただいたのを忘れてたんで、うん、今日江川さんに、ね、見せていただいて本当に、ね、はい、うん、思い出せたんですけど、あらでも本当良かったな舞台ね、本当ね、見に来てくれた、だから本当芝居の先輩なんかも、うん、いや良かったねって、うん、まあでもここ江川さんがビシッて締めてくれたのはすごく大きくて、そうですよ、そうやっぱりあれギロさんがねビシッと締めてくれないとこの話がキュッてしないので、うんうん、でそれもあるんですけど、もう一個ね、だから江川さんさっき私あのアドリブ得意でしょって言ったのは、江川さんギロさんももちろん素晴らしかったんですけど、なんかもう一個その前にコントみたいな作品を、あはいはいはい、導入部でコントみたいな作品から嵐の夜に持ってった時の店長役もお願いしたんですよ私店長が毎回可愛いの、なんか毎回アドリブなんか入れて、なんか入れてね、そうそうそう、だから、うん、それでその後にギロが初登場でバーって出てくるじゃない、うん、でさ、あのその時はすごい睨み聞かしてさ、そうですね、おいって出てくるんだけど会場からクスクスクスって笑われるんだよあれって思うんだけど、あれはだから店長だってみんなお客さん見てるんだよね、分かっちゃってね、うん、で最初だから最初の時意味わかんなくて、うん、パッて出てっておいってやったら、うん、クス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 ってお客さんからなんか俺ちょっと待ってわかりますあれ俺なんか変なのかなとか思っててドキッとしたんだけど、後で冷静考えたら、あそっか店長引きずってるから、うん、なんかギャグをやるんじゃないかと思って、うん、お客さんはなんかあれなんだなって面白いやる、違いない、うん、ギャグ用意で出てきたんだろうっていうね本当ですか、こんな怖いおいってやってんのにここに耳つけて尻尾も刺さっててそれでおいってやってんのもあれこれがこの格好がおかしいのかなとか、いやいやまあその格好は格好でみんな同じだからな、オオカミだから羊だからみんなそういう格好で出てるから、うん、そういう世界観だから、うん、後から出てきてもそれはおかしくないだろうなと思う、うんうんうん、店長か、店長引きずった店長かわいらしかったんですね、はい、すごいかわいかったんです、ほら他のメンバーがさみんなインプロのね、うん、あの達者なメンバーだったじゃない、でそういうのを見ててくっさ負けてるなそれは最高心は出た、そうっす か、うん、かキャリアで言ったらね半分とかそれぐらいのメンバーって感じじゃなかったっすか、うんうんうん、でもほらつうかだから、まあ、インプロっていう世界あんまり俺はだから知らなかったから、うん、そんなに盛り上がってるっていうのを知らなくて、で今すごいじゃん、まあそうですね、ちょこちょこやってますね、ブームみたいな感じでね、まあ、そこまで言ってないけど、まあうん、やってる子はやってますね、だってあのスタジオで聞いたことあるよ、だからその、うん、最近なんだっけなんつんだっけとか言ってて、うん、あインプロですかって言ったら、そう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 、これすごいらしいねって、うん、そんなのもあってさ、はい、やっぱその見てそのメンバーとか見てて、あっ騎手負けてらんねえまた面白い人がいっぱい揃ってましたからね、そうそうそう、うん、わあ嬉しいな、江川さんがそんな思ってくると思った、対抗心で知らなかった、まあ、確かにあの座組はちょっとまあ詳しい説明省きますけど、うん、本当に台本にないことだったりとかをこう台本に ないアドリブでってところをね、どんどんやったりとか、うん、だからインプロだけのコーナーみたいなのがあったんですね、あそうだそうでしたね、それに得意な子にお任せしたらもう毎回ちゃんと100発100中で爆笑を取ってくれるみたいな、あったあったし、うんうん、っていうねことがあったんで、僕その時にもう役柄的にも兄貴兄貴っていう感じでこう言ってたんで、
でもその後僕実は個人的な話ですけど、事務所をね、当時いた事務所を辞めて、ちょっともう業界はみたいなことになってたんですけど、その後にいやもうお前やってろと、業界にいろみたいなことで言っていただいたんですけど、覚えてます？あんま覚えてない。なんでですか、なんですか。多分今フレームアップしてます。一回業界からまた、そういうことなんですよ、業界からちょっと。まあそういうもんですよね、業界。いやまあ言われた方が覚えてるっていうのはあるあるだと思いますけど、そう言われてあまりにも僕感銘というか感動しちゃって、まあ、でも泣く号泣するぐらいにして、号泣してましたあの時。でもさ、すごいやってよかったもんね、すごいいいし、才能あるなって私もね言われた。本当にダンスはキレがかっこいいしさ、芝居も毎回おもろいことやってきましたね。でも結構ね、江川さんおいついいなって私にも言ってきましたもんね。まあでもそ芝居畑ではなくだったんですけど、ちょっとこう表に出るみたいな、そういう部分をこう活かせることをやっていこうっていうんで、まあ新しくちょっと事務所にお世話になることになったんですけど、その時に僕今大川っていう、これね芸名なんですよ、何度か言ってますけど、これ芸名でなんですけど、この大川っていう名字の部分を江川さんの名前からもらってんです、勝手にね。最初は勝手に照れくさいよね。そんなこと言われるとね。江川さんの川っていう字と、うん、あの下の名前をね、久男さんっておっしゃるじゃないですか。その久っていうのがまたね、特殊でなかなか珍しいかなと思うんですけど、中央、そうそう、中央の方と書いて、でこれこう入れ替えて大川、そしたら字画もぴったりで、僕の本名の方と字画全く一緒で、本名は結構字画良かったんで崩したくないなと思ってたら、ぴったり一緒なんですよ。あ、そうなんだ。はい、いやもうこれしかないっしょっていう感じでさせてもらって、後日してもらってんすよ。いいよって言ってもらって、まあ公認になったっていうことなんですよね。すいません、その説は。その説はね、だからこんだけ慕ってもらうってね、あれですよね。本当ね、うん。こんな俺で。いや、なんですか。何をおっしゃるんですか、ちょっと。はい。っていうんで、まあ今日まで無事にやらせていただいてるっていうのは、この名前のパワーもあってかなっていうんで、本当にそういう特別な意味があったから。だから最初に出てほしかったんですけど、うん、まあ、事情っていうのはいろいろあるもんで、このタイミングになったといういきさつがようやく話せまして、動画内では初めて話してね、ライブ配信ではちょこちょこ言って、そう配信では言ったんですけど、うん、でもやっぱそのコロナ禍でなかなかこうお会いするっていう機会も、だからコロナ禍はお会いできてないです正直。うん、確かにそうだよね。どうでしたコロナ禍というか、その期間中、うんうん、まあ、まだ完全に明けたとは言い難いですけど、うん、まあまあ2年とか経ってコロナの中、はい、まあでもね、うん、トリガーも個別になってやってたから、うん、時間は短くなった感じだけど、うん、まあちょこちょことかやってたけどね、うんうん、そういう意味で言ったら曲によってはほら外部 の、 禁止、出入り禁止みたいな風になったところもあったけど、うん、それでだから一周ダメだった、飛んだ時もあったけど、うん、それぐらいかな。でもあとは普通にだからみんなで一緒に撮れなくなったっていうだけだよね、うん、この間もだからディレクターと別のディレクターといろいろ話してたんだけど、これ元に戻るのはどうなるんですかねとかって、みんなと一緒にとかって、うん、大変なのがスタッフだっつってたからね、うん、もう時間とにかく長くなるから、うん、もう徹夜徹夜でやってるっつって、ね、みんなで撮ってる時はそれこそ 4,5 時間でね、みんなでバッと撮って、うん、終わったらみんなディレクターとか一緒にじゃあ行きましょうってことになってたんだけど、もう今はもう1人2人とか、まあ多い時で4人とか、マイク1本ずつ入るぐらいな人数で今やって分けてやってるから、もう大変だっていうのは聞いてるけどね、うん、まあ俺らはだから本当1本のあれが1時間もないぐらいで終わってってね、なるからすごい早くなるけどね。ただだけどその分だから、そういうね、みんなと一緒にレギュラーが一緒になってみんなで会ってっていうのがないうちに始まって、誰とも会わないまんま終わってとかっていうのもあるし、うん、そういうのもあったから、ちょっと寂しいよね。飲む機会もこう増えていったらいいかなというふうにはそうだよね思っておりますけれども。江川さん飲むの好きでしょ。ねえ好きでしょ。本当はいっぱい飲みたいでしょ。美味しい酒を飲むために芝居やってるんで。何飲むんですか。大体でも焼酎割り、焼酎割りですよね、うん、焼酎のお茶割りをよく飲んでましたよね、うん、そっかそっか。
あ、そう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 、ね、緑茶割り毎回飲んでるイメージありますよ、うん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 、あ、そう、僕言われなくても頼んでた気がする、確かそうだ、行きますか次って緑茶ハイ、緑茶ハイって言ってた気がする、そうそうそう、あ、思い出した、うん、あ、もうそんなことも忘れちゃうぐらい飲んでないんすから、そうそうそう、だから、あの、なんだっけ、あの、あ、でもね、あそこでそのだからオーカーって名前になりましたって言った時のが最後だよね、はい、そうっす、本当にもうそれぐらい、でも舞台がお好きで、まあ、声優業っていうのももちろんあの、ね、プロとしてやってらっしゃると思うんですけど、声優をやってるのは舞台をやるためみたいなところもあるっておっしゃってたことがあって、その時は舞台でもこの期間中やれてなかったんじゃないですか、どうすか、もうだから、うん、そうだね、舞台はもう全然できたらやりたいよね、ちょうどだから、まあ、朗読だったけど青鬼のだから、50周年のあれが、火の鳥やったんだけど、うんうん、ちょうどだから、なんつうの、緊急一大宣言じゃないけど、うん、あれがかぶっちゃって、はい、で無観客でだからやったっていう、あ、そうそうそう、そういう、そうでした、そういうタイミングでしたね、いやあれはね、本当お客さんに見てもらいたかったぐらいすごい迫力あって、うん、やっぱりこう生で伝えるのとあの画像を通してだとちょっとまた違いますよ ね、 すね、うん、そう、それがだから最後だったな、江川さんの舞台が好きな、なんかこだわる理由って何かありますか、だからやっぱそのいろんな全部通じんだけど、やっぱみんなで一緒に作っていくっていうのがやっぱり好きだよね、うん、その場でやっぱり、うん、まあ、あの劇団としてね活動していけばそれぞれ、なんつうの、気心知れた仲間とやっていくのもあるけども、こう客演で呼ばれたりとか一体なんかした時にやっぱり初めましての中からだん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 こう終わってって、うん、で打ち上げの時にはもうよーっていうそうですよね、ああいう風になってな、芝居も出来上がってるけど人間関係もこうなんか出来上がっていくっつってさ、うん、そういうのはやっぱりいいよね、うん、ぜひまたそういう機会がねまたあれば、うんうん、ということでまだまだお話を伺いたいんですけど、はい、お時間かなというところで、うん、いつもこのタイミングで告知とかしていただいてるんですけど舞台に出る予定とかまだなさそうですか、全然ない、うん、なるほどなるほど、じゃあ出演作でいうと今こうお知らせしていただくようなところは何かあったりしますか、配信系でだから、まあ、いくつか、6月の後半からと7月の後半から始まるやつが、はい、ありますけどね、はい、うん、まあ、発表になってるあれなんだけど、これタイミングももしあの、まあ、出していいタイミングかどうかとかも曖昧だったら後からこう文字上でいただければ、ここに今っていうかもしれない、ね、感じになってるかもしれない、ドドンという感じでね、はい、ぜひ見てください、ね、いや今突然だったからね、うん、あの正確なことが言えないですよ、ね、うん、はい、でも何かもしあの文字上で出せるものがあったら、ね、出てるかなと思いますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください、最後の最後にここは江川さんの、ね、あの、うん、ホームってご自宅と言ってあれだけどね、読んでいただいてご自宅ではないけど、あ、この建物自体、ね、素敵なところに、だからもうちょっと今映ってはないですけど、うん、向こうとかもこうねスペースがあって、うん、芝居の稽古とかにも使ってらっしゃる、稽古に使えそうな場所を江川さんがお持ちということで、うんうん、今日はのこのことお邪魔させてもらったっていう ね、はい、そうなんですね、ことなんですけども、うん、すいません、なんかありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ということで撮ってまいりました、このチャンネルではもう江川さんに出ていただいたんでもう若干ゴールかなっていう感じもするんですよ、僕的には、そうなの、そうなんです、もっと続けないな言ってください、江川さんの言葉だったらきっと聞くからもっと続け言ってくださいそうだよ、続けなきゃダメだよわかりました、おということで、はい、またね、Zoom での収録の動画だったりとかがこう出ていったり、うんうん、あとは、まあ、僕と水さん毎週週末、まあ、時間を見つけてできるところであの定期配信もしてますんで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします、コメントも書いていただいたら毎回本当に毎回あのどちらもチェックしてますんで、うん、ぜひコメントもよろしくお願いします、お願いしますということで、改めまして今回ゲストには江川久男さんにお越しいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。